ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、恐れていた事態が起こった。おはようございます、チゲと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー1曲目始めていきたいと思います。これは今に限った、今年とかに限った話じゃないんですけど、季節感めちゃくちゃすぎん？俺最近ゼルダの伝説大地の章やってて思ったんだよ。ゼルダの伝説大地の章っていうのは、四季のロットというね、春、夏、秋、冬を自由自在に変えるロットのことなんですけど、誰か降ってない？なんか、夏、なんか春の時間短すぎて、夏めっちゃ長くて、秋の時間短すぎて、冬めっちゃ長いみたいなさ、そんな感覚なんですよ。まあ、ゼルダの伝説のね、時空書と大地の章がね、バーチャルコンソール、まあ、スイッチのね、バーチャルコンソール、ニンテンドーオンラインのね、サービスとしてできるわけですけどもね。まあ、それ結構楽しんでます。はい。時空書はクリアしました。大地の章に苦戦しています。よーショートパンツ前回の動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、まあ、結構前ですね。プラチナキングでゲームセンター何連勝できるかっていうやつをやったんですよ。ギガデインが降り注いだせいで負けました。ギガデインが降り注いでいきなり負けたんで、ちょっと悔しいなと。というわけで今回はね、イフです。イフの世界戦始まります。もしも、プラチナキングが、芝居の主人公だったら、というので、そのチームを解体工事してやっていこうと思います。いきます。というわけで、勇者の行進いきます解体工事しました。プラチナキング解体工事してね、主人公が入りました。というわけで、両脇ね、悩んだんだよ。でも、この2体でいきます。メタルスレブとメタルキングでいきます。はぐれメタルはちょっと欠番ということで。いや、はぐれメタルでもいいんだけどね。さあ、行きましょう。解体工事したこのチーム1871しかねえやん。さあ、イフということで、この戦いにおいてのルールをね、ちょっと軽くまあパッと載せときます。はい。プラチナキングの時と違って SP を固定してありますんで、リーサルしか狙えないです。SP を使うと、ところはリーサルで使うだけです。まあ、おーっと、1ターン目がなんだ、1ターン目から、え？あ！あ、なんということだ。珍しいね。珍しいね。ちょっとびっくりだわ、それは。二人防がれたわ。二人防がれるとは思わなかったぜ。そもそも外れたわ。そもそも外れてるから意味ねえわ。さあ。もちろんね、ここはね、ガードされてしまうんで、ここは仕方ない。いやー、マジか。そんなことあるか。まあ、でもね、今回相手には恵まれていますね。おっと、メラミがメタルスライムに行っています。主人公に行かないんかい。さあ、唯一打点を出せるのはお前だ。行け！んーで、優勝！優勝！デインはな、デイン自体は強いんだけど、今回刺さる相手がいねえな。メダパニー。オッケー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 。で、ホースデビルは多分賢くちゃんと主人公を狙ってくるから、次つばぜり合いだね。お、おー、まあね。まあまあね。でもこういうパーティー組んだ人現地でいるんじゃないかな。現地でいそうだよな。あ、緑だ。緑か。トントントン。オッケー。これ勝てっかなー。よっしゃー！オッケー！オッケー、オッケー。とどめ打たれることはなくなった、これで。これでとどめ打たれることはなくなったんで、安心していいっすね。ほぼほぼ。はい、デイン、よいしょ！確定命中のデインで200出していく。いよいよ。メタストライク！さあ、会心戦いぞ。素早く突進して、飛び上がる！行くぜ！よいしょー！めっちゃ会心出るからな、このさ。戸惑い攻撃が。
戸惑い攻撃ってことはメラゾーマって選択したのか。それがつばぜり合いでチャラになっちゃったんだ。オッケー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 、いいよ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 、それすごくいいよ。さあできればね削り勝ちしたいなとは思っておりますが、さあメタストライクセノ、意外と軽く出んな相手がまあね鬼面同士だからね。はい、高速切り当たったね。オッケー、よく当てた。よし、ういはい、オッケー、いいよ、いい火力、素晴らしい。これ多分次のターンいけますね。次のターン決めちゃいましょう、プラチナキング召喚で。あー、まあまあまあね、大丈夫大丈夫。メタルキングの鎧とかのおかげでね、攻撃呪文にはかなり強くなってるからね。333、まあまあまあ、メダパにされようが何しようが次のターンのリーサルはほぼ確定かな。まあ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 、いいでしょう。許します。主人公は動けなくなってもね、できることがあるんですよ。メラミー。ほう。ほう。なるほどね。ほいっとな合体モンスター召喚はね、主人公がひるんでるが関係ないんですよ。はい、行きまーす。下げるので登場、合体してプラトルキング、キングブラスト炸裂、行くぜよいしょー、おー !377 出てる。目閉じたまんまやんけ。逆にきっついのがこういうパーティーだよ。プラチナキングの時も怯えてたんだけど、こういうパーティーが一番都合が悪くって。そうだね。痛恨ポンポンポンパーティーはすごく相性悪いな。とりあえずメタルスライムはデインをポンポンお化けキノコに落としてもろてって感じですね。お、早いね。疾風の牙はオッケー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 。まあ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 。痛恨じゃないな、大丈夫だ。てか痛恨だったらガードするしね。メタルキングの盾のおかげで。さあ、メタストライク行くぞ、メタストライク、せーの、よいしょー、おーよく出るな、本当に会心。甘い息やだ、それやだ。よし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 、避けるとはいう珍しい珍事発生したな。さあ、デインをね、落としてもろて、お化けキノコに。そっちすごいとこ落としたな、デインを。まあまあまあ、いいでしょう。高速に、よし、お化けキノコは避けない。そうそう、避けない。よいしょ、オッケーよー。ダメージかかってるよ。ジャンプ切り、やばい。おー、硬い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 。よし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 。いやー、ヒヤッとすんなー。メタル系の方に行くと。主人公に行けばさ、最悪痛恨ガードするからさ、いいんだけどさ。デイン、せーの、はい、よいしょー、素晴らしい。さあ、ここ。突撃なら全然大丈夫。みんな硬いよ。みんな硬えな。メタルキングが一番なんかあれだな。高速に、せーの、オッケー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。せーの、よいしょ、オッケー。次のターン、リーサル決めましょう。疾風の牙はメタゲンに行ったな。おー、怖い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 。おー、怖い。メタストライク？いっせーのー、せーのオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、いけるよ。甘い息で全員止まるとかなければ大丈夫。まあまあまあ、そうなんだよね。このゲームはね、メタル系にそういうのが効いちゃうんですよ。ま、関係ないけどね。おっと、グハス、おお、パパスパパスさんどうしたんですか、こんなところで。だからなんだというのだね何。何ドラムのテンションが上がった、だからなんだというのだね。さあ、3体合体、プラチナキング、キングブラスター炸裂、ゴー、行くぜー、ファイヤー威力は波って言ったところだな。で、こういうパーティーがきついわけよ。大きい打ち。プラチナキングの時も同じこと言ったと思うんだけど、大きい打ちというモンスターがもう嫌だわ。で、三日神裁判官持ってんでしょ、相手。三日神の盾持ってんじゃねえか、ちゃんと。こういうパーティーが一番きついんです。戦士15に勇者99は負けるかもしれません。
HP がもうさ、すでにきついのよ。やべえ、貯めるからのパワースタンプなんて食らったらもう目も当てられねえぞ。やべえなーそれは。さあ、メタスタリクで。メタスタリク、行くぞ、せーの、行け、せーの、どうしよう、202。高速切りで。まあ、素早さは結構あるからね、こっちの。最終盤の競り合いには有利なんだけど。はい。よいしょー、おー、いいねー、会心出していく。ここで会心出すのはでかい。えらい、えらい、えらい、えらい。さあ、デインを唱えた、アースエイの誰に行く？大きいし、いいね。大きいし、いいところでやった。さあ、貯めるからの貯めると、貯めるからの貯めるでした。これは意味ないね。よし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 。相手の AI に左右されるのはどうしても、怖いとこあるけど。先空拳なら大丈夫。まあ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 。まあまあ、貯めた後これなら全然大丈夫だ。さあ、まだまだこっからですよ。ダメージエースで優位に立てることができれば、メタルチームは弱くはない。さあ、ギガソードか、ドラゴルムやったっけ君の発動は。ドラゴルム？ちょっときついか、ダメージ。ちょっとダメージきついかな。主人公は一番吹っ飛んだね。さあ、メタストライク。飛び上がる！いけ！せーの！よいしょ！いいよ。大丈夫。一応ダメージエースや、勝ってる。さあ、ベインよいしょ！あ、三日神！三日神裁判官おったー、あんなことに。さあ、高速切りを打っていく！よいしょ！に、これ、いけっかなー。パワーサンバやばい！ちょっと待って！おー、主人公ならどっちにしろミスだ。貯める。どうしよう、リーサルいけっか、リーサルいけっか、怪しいな。一旦、ちょっと遊ばせるか。レックーさん。ダーン、遊ばせる暇がない。いや、俺は行くぜ。やべえ、今のレックーさん痛恨はひどい。貯めるからの痛恨はやばい。やるしかねえな。キングエネルギーが満ちてゆく、さすが逃げるだろう、プラチナキング、よいしょ、おお期待を裏切れないね。プラチナキングもしかして強いんじゃ、これは勝てそう。これは勝てそう。だってもう呪文しかねえもん。相手ほとんど呪文だもん。これはつばぜり合いさえ勝ってしまえば的なところあるな。だって相手打点取れる技はほとんどないよ。主人公だけよ、食らうの。まあ、命中率悪いダウンウォールを擦る理由は避けられるからですけど、命中率悪いんだよね、これ。おい、ちょ、悪っ。命中率悪っ。命中率悪すぎだろ、いくらなんでも。まあ、命中なんて出んよ。よいしょ、悪魔神官。よし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 、いいとこ行った。で、会心でやるメタストライク。これは外せない。さあ、主人公にいた！大丈夫か、それ当たるか？よいしょ、当たったー。当たったなら大丈夫。あの、なんか、これね、イオラとか食らっても全然食らわんぞ、多分。主人公だけだもん、食らうの。ドーン、77。横の2体がなんかさ、なんも平気な顔をしてるもん。ダブルアタック？まあまあまあ、主人公なら大丈夫。主人公に行く分にはいいんだよ。イオナズンになってるけど、まあ、ただイオナズンを唱えられたところでって話よ。クラノは主人公だけ。ね、オッケーオッケーオッケー。つばぜり合いします。ここでつばぜり合いしよう。ここで優位に立っておきたいな。黄色いけるんでね。よし、オッケー、競り勝ったー、オッケー、とどめ打たれる心配もなくなった。これならほとんど勝ちかな。賢者でしか。オッケー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 。耐久してくるんだったら別にこっちはとどめを打つだけだからね。大丈夫大丈夫。さすがにいけると思うよ、これは。まあ、こっちはメタルチームなんでね、言うて。
呪文はほとんど受け付けませんと。主人公だけ無様に飛んできまくっとんけどな。天罰か。まあ、メチーツはいいんだよ、これ。せーの。ハイユーションガードされた。ガードされたか。聖樹の盾だったか。そういや。避けられたね。そうなんだよ。それ避けられるから嫌なんだよ。賢者のローブはね、避ける確率がめっちゃ上がるからね。ダブルアタック?主人公?はい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 。まあ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 。まだ大丈夫。ダメージエースではちょっと負けてるけど、とどめさえ打てればこっちのもんですよ。いけ!はい !OK! よくなった!よく当てた!高速切り!せーの!よいしょ !447! すごいでんな。今回勇者でメタルの三神器来てるんですよね。戦士だと、これの戦士版はよく見ますね。はぐれメタルメタルキング戦士っていうタイプはよく見たことある。ただ勇者でやる必要性ってあんまないんですよね。勇者である必要性はデインが使えるっていうぐらいかな。メタルスレムがデインに化けるってことぐらいかな。戦士でやる場合は、はぐれメタルになっちゃうから、メタルスライムの枠が。まあ、そっちでも良かったかもしれないね。別に。ヒットアンダーウェイ使えるし、メタルボム使えるし。だから、戦士がどっちか迷ったんですけど、今回は勇者という形で取りました。まあ、勇者だったらね、最悪ね、甘かけることができるんでね。そうです。最悪甘かけることができるんでね。うん、賢く狙ってくんね。まあ、大丈夫だ。4ターン目。大丈夫大丈夫。このターン、このまま勇気をため切ってとどめ勝ちといきましょうや。さあ、こっからですよ。大丈夫大丈夫。スパイク突進して飛び上がる。せーの、よいしょっと。勇気たまっかな、これ。避けられすぎると勇気はたまんね。レイン、よいしょ。いや、さすがに勇気たまるか。はい、オッケー、たまった、勇気たまった、勇気たまった。よし、勝った。勇気、よし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 、勇気たまった。これもう勝ちですよ。これはもう敵が何しようが、だって痛恨はもう出せないし、うん、だ、悪魔神からダブルアタックの痛恨でも400ぐらいだよ。何をしとるか、お前は。いよ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 ダウンウォールしたな、お前。来た来た来た。だー、ひどいな、これは。おー、ようやくお前、ベギラマしたか。悪魔神官だよ、そう、ベギラマ。賢さ162から放たれるベギラマの威力よ。おい !79。はい、勝ちましたー、ありがとうございましたーって。上、宇宙衛星、スラムラスター発射ー。まあ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 、こんなもんですよ。